ドクター丸山のちょっといい話、瀬尾病院院長の丸山健一さんとアドバンスクリニック福山院長の瀬尾義嗣さんからお話を伺います。おはようございます。おはようございます。おはようございます。さて丸山先生、今日はどんないいお話でしょうか？今日はですね、長谷倉美幸さんって言って、まあ、画家の方いるんですけど、私の師匠なんですよ。で、長谷倉美幸さんが書かれたブレイクスルー手帳からですね、六方杯の話をします。六方杯、六の方角の杯って書いて六方杯って読むんですけど、この六方杯というのはですね、まあ、お釈迦様が伝えられたですね、東西南北天地の方角を向いてあるものをイメージしながら感謝を唱えるお祈りの仕方が六方杯なんですね。で、まあ、昔の六方杯というのは感謝だけだったんですけど、長谷倉さんはそれにさらに祝福というのを加えてですね、まあ、感謝というのはありがとうございますでいいと思うんですけど、祝福って言ってね、まあ、その方がどうぞ幸せでありますようにというふうに、その方の幸せも祈るというのが加えられて、現代式の六方杯の話をします。はい、じゃあですね、この本のですね、12、13ページの文章をそのまま読みますね。はい、まず東の方角を向いて一礼し手を合わせます。で、今日も生かされていることに感謝の気持ちを送りますと。で、東の方角を向いたまま手を合わせ、両親、祖父母、ご先祖様をイメージして感謝と祝福を送ります。で、これが東です。で、次に西の方角を向いて手を合わせ、家族、兄弟、親戚の顔を思い出しながら、そこから広がるご縁に感謝と祝福を送ります。これが西ですね。で、次は南です。次に南の方角を向いて手を合わせ、今のあなたを形作ってくれた恩師やマスター、本の中の人や歴史上の人物、目に見えぬ存在も含め、あなたに良い影響を与えてくれた存在たちに感謝と祝福を送ります。だから、例えばこれはキリストとかブッダ、釈迦牟尼とか空海とかでもいいわけです。はい、で、次が北です。次に北の方角を向いて、友人や仲間、地球上に住む全ての人たちに感謝と祝福を送ります。これが北ですね。で、今東西南北終わりました。で、次はですね、今度天になります。天ね、両手を上にかざして天を見上げます。で、天の存在、神や仏、工事の存在たちをイメージしたり、太陽、星々、天、宇宙に思いを馳せつつ感謝と祝福を送りますと、ね、これが天。で、次は地です。今度は地を見つめて手を下にかざして、地球表面を覆っている大自然と大気、そこに暮らす生きとし生けるものすべて、万物一切、神羅万象すべて、動物、植物、鉱物、すべての存在に感謝と祝福を送りますと。それで、次にはですね、その地球を宇宙からこう眺めているとイメージして、両手で祈りに包まれた地球を抱えて、手のひら台まで小さくしてから、今度自分の胸の中に入れて収めますと。で、あなたの中に全てが宿っているのを感じながら再び手を合わせ、例えば朝でしたら、まあ、今日もよろしくお願いしますと言って、夜でしたら今日もありがとうございますと言って終わります。この習慣、私もですね、この通りやってるわけじゃないんですけど、お風呂に入った時にですね、あまり方角意識してないけどちょっとやっております。はい、いつ頃から先生は、始めたんですか？ですね、これ六方杯というのは有名で、去年ですね、中霊って言って、うちの病院で毎週1回やってる時にですね、別の方がね、六方杯というのを書いてらしたんで、去年の10月ぐらいですかね。で、最初それ初めて知ったんですよ。で、その時は感謝だけだったんだけど、長谷倉さんはさらにそれに祝福というのを加えてるわけですね。感謝と祝福をその送ると、要するにお世話になった人にありがとうの言葉と祝福を言うということです。はい、瀬尾先生ご存知でしたか？いや、なんか初めて聞きますよね。私も初めて聞きました。まあ、そうです、東西南北と天と地ということだから、はい、まあ、そうですね、いいですよね。ちょっと時間かかりそうだなと思ったんです。時間かかりそうですけど、まあ、動きに動きですよね。こう自分が朝やるときに動けるかどうかですね。長谷倉さんが言うにはですね、実際にやってみると1分程度で終わるらしいですよ。1分程度で、うん、
うん、そうなんですね。でもちょっと方角は意識しないでちょっと六方杯、うん、そうですね、ですね、うん、やってみようかなと今感じてるんですけれども、うん、いやでも丸山先生って本当にあのお仕事もお忙しいと思うんですが、本を読む量って半端じゃないですね。いやでも私本は半端時間でしか読まないんですよ、はい、ちょっと例えば会議の始まる前とか、はい、本を読む時間って作ってないんですよ。例えばまあ新幹線に乗ってる時とか読みますけど、うん、まあでもまあ普通よりは読む方かもしれません、はい、ですね、そのたくさんの知識って入ってきてうんうんって思っても何日かするとこう結構忘れていきませんか。そうですよね。あの、まあ、だから全部の内容をもちろん覚えてるわけじゃないんですけど、まあ、特にこの長谷久さんというのは私の師匠なんですよ。師匠なんで、特にこう意識して読みました。はい、そうですか。ですね、はい、ということで、今日は六方杯についてお話をいただきました。瀬尾先生、六方杯、はい。ちょっとやってみましょう。そうですね。はい、東西南北、天と地ですね、はい。はい。ありがとうございました。はい、丸山啓二でした。ドクター丸山のちょっといい話でした。